あ、これはね、つなぎもと、つなぎも焼きうどん、黒瀬スパイス炒め。油を浸した方がいいですよ。オリーブオイルちょっと足して、このオイル。もう、これで、もういいと思うんだ。これもう今日はこれで最後。弱火でちょうどいいじゃん。いい感じだ。まあ、黒スパイスに塩が入ってるからね、多少。焼きうどんです。黒瀬スパイス焼きうどん。もうだいぶいい感じだ。うなぎももういいだろう、ね。おう、大丈夫ね。おー、いい感じだ。絶対これうまいよ、これ。ちょっと水飲もうかな。はい。こいつ、中の方へ入れて。人参と、とんこまの黒瀬スパイス炒め。
元気な短パン少女が目の前にいるよ。短パン少女がかわいい。15、6かなみたいな、かわいいな。短パンないかな、黒とか黒とか、かわいい、かわいいね、女の子ね。短パン少女、つなぎもいいや、つなぎもうどん、これで出来上がり。今日最後はつなぎもうどんで、今日最後つなぎもうどん、もうこれしっかり終わらそう。これつまみ、まあ、最高だね。あ、うわいいね、最高じゃん。はい、どうもね。大丈夫、録画されてる？うん。じゃあ、つなぎまうじゃあ、最後、焚き火しながら終わろう。焚き火しながら、最後炎になる幸せ。これ最後だけ。こういうとこで気がつきがつくと思うんで、だからそれは飲もうか。味付けが、今これ、黒瀬、黒瀬スパイスって、黒瀬これ、香ばしいとこ、よかった。これかけて、黒瀬、北九州の、これかけて、大規模となります。これ、バーゴっていうメーカーが、ヘキサゴ六角形でしょ、うん、ヘキサゴって言われて、ちなみに、ウッドストーブって、こうやって菊でやって、それに食べ物やったり、これはね、豚、人参と細切れ肉。なんかもうなんかすごいなって、なんかすごい、今この木の、これ何の木なんですか？普通の木、よく新木場の方が来たね、なんかそういうのあるんですけど、はしょったやつ、そういうやつ、なんでもいいのか、なんでもいいのか、これを、こう、何、食材っていうか、食材は、そうね、これ、炊き込んできた、小さい炊き火やったり、炒めたりしたり。まあ、バーゴっていうね、これで焼くとうまいですか？でコンパクトだから、持ち運びにいいんだもん、
いいなと思って。なんかずっと気になる。便所行って、あれ？先生がいると。うん。いつ？この木はちょっとあれだね。木いっぱい高くてですね。あそこは結構あるだろう。広がって、うん、小さいだろう。うん。で、燃やして、で、それでこうやって燃やして、で、飲んで、うん、ヤクルトですか？これはね、この津田地元ヤクルト、うん、で、このスパイス、で、飲みながら、あ、飲みながら、いっぱい、あ、こうやってね、炎がいや、いいっすね、これね、うん、この炎がいい、うん、なんか落ち着きます、炎、でも炎なら幸せ、炎を見ながらこれ飲むのもいいですね。うん。だからまあこう周りが、うん、冬場さ、夏場は暑いんだけどね、暑いけどさ、まあ炎はいいなと思って。まあいいっすね、美味しく、うん、スーパースクリーいいっすね、うん、すごいね、パソコン撮るってやつか。そうですね、はい、自分で、うん、撮りながらね、うん、すごい、うん、おー、いいか、おー、いい感じでしょ、うん、この音が出てくる、うん、今、確かに、すごい煙がすごい。これ何、次何やるんですか？おー、今日はこれの仕事来てますか？うん、これそうですね。じゃあまた、あどうも、あどうですね。どうも、はい、うん、お、焚き火もいい感じになったね。どうも、焚き火もいい感じになった、うん、あ、どうも、焚き火もいい感じになった、うん、この炎を見ながら